1クール目が春で、春から夏で、次は秋から冬にかけて、でその1年目はその秋から冬しかできない。で人も当然集めるのに1人とか2人とか2人か、家庭教師みたいな感じだったんだそうですね、最初は。あでももちろん防災プロさんと一緒に、防災プロさんとは最初からずっと組んで、あそう、それはね、私がだからスクールを立ち上げる、あスクールの会社を作るときに、一応その作るにあたり防災プロさんに相談したんですよ、先に。まあ会社作りの先輩としてですね、で相談して、じゃあもしスクールとかを やるんだったら、共同で、今防災プロさんも先生がいないし、いなくてスクールをやってないから、じゃあ開店させますか、またで、それでそうすれば場所はうちでできるしっていうので、でじゃあ共同開催って始まったんですよ。でもともと私はそれをやる半年ぐらいは、半年前ぐらいからその、まあ、ずっとねオリジナルにテキスト作ろうと思って、自分のノート勉強したノートをベースにとテキスト作ってた。大研究ですよね。いやいや、研究なの、なんかもうすごい一生懸命テキストを作って、はい、でテキストは作ったの、はい、そしてじゃあスクールの生徒集めるぞって言った時に、やれ集めるのに広告かかるとか、はい、場所はどうするかの時に、まあ、ちょうど山下さんに防災プロさんと野球堂でやりましょうということになって、いやだから初めはそのスクールだけだった。なるほど。だけどね、2年目にね、はいはい、転機が訪れたわけです。おう。e ラーニングです。e ラーニング、はいはい、基本インターナショナル、うん。それ2年目なんだ。はい。2年目に本当に私は何にもどうしようなどうやって広がればいいかと思って、もう瞑想、誰とどのようにつながればいいのかが分かんなくて、例えばブログでも、始めたばっかりのブログで、かなり謎なブログでした、ね、最初はね、何していいのか分かんないし、でしょうがないから何書いてんだろうなっていう状態なの、自分でも、うん、でしょうがないから、人のところ広げるにはどうするんだろう、じゃあ人のところ行って人のに感想を書いてみようとかいろいろやって、うん、で天気の気象とかのグループに所属してみようとか、はい、いろいろやったんだけど、まあその直接お金につながるような感じにはなる、そしたらたまたまそのつながった人の中のお友達になった人が、その木花さんを紹介してくれたんですよ。で実は e ラーニングっていうののコンテンツを探してる、コンテンツを作ってる人を探してる人がいるんだけど、紹介していいテンコロちゃんっていうから、おーぜひぜひお願いしますって言ったら、 それが e ラーニング、オリオさんの、オリオさんとか北井さんとか、そうそう、基盤さんだったね、はいはい、そこから収録し素晴らしいと思って、だからそこからまた半年ぐらいは今度はもうコンテンツ作って、でなんかカメラの前で喋るみたいな、はじめなんかすごいぎこちない感じで、なるほど、はい、あの合成画面でぎこちない感じで喋ってみたいな、やり始めた、はい、それどうだったんですか結局。まあとりあえずそれは世に出すまでに、まあ、一応一般分野とかコンテンツがある程度集まってからじゃないと世に販売しなかったので、もう半年ぐらいはずっとこれ作っては取り作っては取り、週に 1,2 回木場さんに出かけて収録するみたいなのをずっとやってたんです。でそれでオープンして、そこからまあ今までなかった収入が、マジでいきなりドーンですか。生きてるドーンはないです、いきなりドーンじゃないけど、1回のスクールでこれしかもらえないのに、1回教材作っただけで、うん、とりあえずはそうです、修正とかももちろん追加もしていきますけれども、何にもしなくてもある日突然フルパッケージを買ってくれる人が急にいたりとか、はいはいはい、でその間に別なことできる。そうです、いやそれと並行してスクールもできるし、なんて言ってたら、なんか研究者と
の微妙になんかつながれるあれ出てきたわけですね。それ3年目ですか？まだ3年目入ってない。